はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ランボルギーニウルスの通常版と初回特別仕様を紹介します。はい、しっかり見ていきます。まず1台目はランボルギーニウルスの通常版です。ボディカラーの方はイエローのソリッドだね。少しオレンジ色に近いイエローなのかな。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。やっぱりこのグリル周りの作りがすごく細かな作りでかっこいいね。ブラックの中にイエローのラインがかっこいいです。で、中央の部分にはランボルギーニのエンブレムがプリントされてるね。ヘッドライトの部分はシルバーで塗装されてます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。このままルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。運転席側はこんな感じだね。特に側面にプリントはされてないけど、フェンダーの部分はブラックで塗装がされてます。で、この下のブラックの部分はこれはシャーシと一体成形だね。 SUV らしいこのフォルムがかっこいいね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはアルファベットでランボルギーニってプリントされてます。テールランプの部分はレッドの塗装だね。で、この下の部分だね。この部分がシルバーで塗装されててすごくかっこいいね。ボディのこの辺りの彫りの深さもしっかりしててかっこいいです。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じになってます。結構このボディのワイド感がいいね。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、すごくこのダッシュボード周りが細かく作られててかっこいいです。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、それ以外の特にギミック関係はないね。裏の方を見ていくとランボルギーニウルスナンバー16番の2018年の写真になってます。よく見てみるとタイヤのサイズってすごく大きいね。スポーツタイプのランボルギーニと比べてみるとやっぱり結構大きなサイズになってるね。ボディサイズに似合っててかっこいいです。こうやって見ていくと SUV の車をランボルギーニが作るとこんな感じになるんだね。フロント周りの部分とかリアの部分もすごくかっこよかったです。で、それとあとはボディサイズだね。結構このワイドなボディラインがかっこいいね。なかなか迫力あるデザインになってると思います。で、2台目はランボルギーニウルスの初回特別仕様を見ていきます。ボディカラーの方はブラックのソリッドだね。すごくこの光沢感と深みがあってかっこいいです。フロントの方を見ていくとこんな感じだね。ブラック一色の中にランボルギーニのエンブレムがすごくかっこいいね。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。特にこの面にプリントはされてないけど、こんな感じの光沢感があってすごくかっこいいね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。もうボディ全体とホイールまでブラックっていうところがなかなか渋いね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。ブラックのボディカラーの中にランボルギーニってプリントされてるのがかっこいいね。テールランプはレッドの塗装になってます。で、この下の部分のここがシルバーで塗装されててアクセントになっててすごくかっこいいね。こういう細いラインまでしっかりシルバーで塗装されてていい感じになってます。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で、上の方から見るとこんな感じになってます。こうやって見ていくと
ブラック一色のボディカラーってなかなか迫力があるね。ホイールまでブラックになっててかっこよかったです。じゃあ通常版の方と並べて比べてみます。2台並べてみるとこんな感じだね。通常版と初回特別仕様でどちらも形は同じだったね。だけどこのフロント周りのところが、通常版の方がやっぱりこのブラックの中にイエローのラインっていうのが目立つね。こんな感じのデザインってかっこいいね。で、対照的にこの初回特別仕様の方はもうブラック一色っていう感じでなかなか迫力があったね。ブラックの中にランボルギーニのエンブレムがかっこよかったです。で、後ろの方から見てみてもいい感じだね。このリアからのデザインもフロントのデザインに負けないぐらいかっこよかったね。通常版初回特別仕様ともに下の部分がシルバーで塗装されててよかったです。箱の方は正面のパッケージにランボルギーニウルスのイラストはね、このホイールのデザインかっこいいね。で、側面の方はこんな感じになってて、この部分にランボルギーニのライセンスシールが貼られてあるね。で、裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はランボルギーニウルスの通常版と初回特別仕様を紹介しました。で、今回のトミカは通常版も初回特別仕様も形は同じだったね。でもボディカラーの違いで結構印象が違ったね。イエローのボディカラーもブラックのボディカラーもすごくかっこよかったです。でもちょっと残念だったのは、内装がすごく細かく作られてるんだけどちょっとブラックで見づらかったね。ドアの開閉とかがあったらもっと良かったかな。フロントのグリル周りとかリア周りとか内装の部分もすごく細かな作りでかっこよかったです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。